今よりも体重軽いはずなんですけど、なんか目も埋まってるし、なんかあれ整形したっていうぐらい、スタジオがレタッチしてくれるときに、良かれと思ってか知らんけど、めっちゃ足伸ばされて。はい、どうも、マリアッチです。タイトルにもある通り、今日は芸能のトピック、宣材写真についてお話ししたいと思います。宣材写真は、あなたが芸能活動をする上で命です。書類選考に提出したり、あなたが活動していく上での履歴書やコンポジットに欠かせないものとなります。で、基本的にはオーディションに提出する際など、バストアップと全身写真の2パターンを求められることが多いです。私もほんまに小学生ぐらいの時からいろんなオーディションに出しまくってきたんですけど、当時はもう右も左も分からず、今思ったらほんまにひどい写真を使ってたなと思います。ちなみに1枚見せるとこんな感じです。今回はそうやって、宣材写真についてちょっと失敗もしてきた私が、宣材写真のスタジオ選びと衣装についてそれぞれ3つのポイントに分けてアドバイスしていきます。宣材写真を撮るのを考えてる人や芸能活動されてる人はぜひ最後まで見てください。で、先出した写真のどこが悪いかとか、他の黒歴史失敗例は解説しながら一緒に出していきます。ほんまちょっと恥ずかしいんですけど、特別に解禁します。ということで、レッツゴー。まずはスタジオ選びについてお話ししたいと思います。スタジオ選びのポイント1、値段で決めるな。まず宣材写真ってすごいうまく撮れれば、どんな人でも最低2年ぐらいは同じのを使えると思うんですよね。そんなに人間見た目変化しないと思うし、大幅にコロコロ髪色とか髪型が変わる人以外はそれぐらいは使えると思います。なので、もう値段はあんまりケチらない方がいいかなって私は思いますね。むしろある程度出していい写真撮って、それを長く使うとかの方がいいと思います。昔は本当に費用を抑えたくて、お金もそんなになかったので、宣材写真スペース安いとかで検索してたんですけど、やっぱりそこで撮れた写真って正直うーんって感じでした。で、結局何回もそういうの撮り直したりとかしてたので、結果お金かかってたなとも思います。やっぱり本当にライティングとかで写りほんまに全然変わるし、安くてとりあえず写真は撮ってくれるっていうところと、プロにお願いするとではもう全然違うと思います。ではじゃあどういうところを基準に選んだらいいのかなっていうところなんですけど、見るべきところやなと思うのは、まず衣装チェンジができるかどうか。よくあるのは、時間内やったら衣装チェンジし放題とか、2着3着まで持ち込んで着替えて大丈夫ですとかいうとこはよくあるんですけど、せっかく宣材写真を撮るので、印象の違いのパターンは絶対やった方がいいと思うから、最低でもね、2パターン2つは衣装を着替えられるところの方がいいと思います。で、あとはデータが全部もらえるところも選ぶ基準かなと思います。すごいいっぱい撮ってもらって、何百枚の中から1、2枚いいの選んでレタッチをスタジオがしてくれるっていうケースはあるんですけど、レタッチしてない他の数百枚に関しても一緒にあげますよっていうプランとかがよくあって、そっちの方が絶対いいです。なんか自分が選んだものをもう途中で気が変わるかもしれないし、全部もらってたら他に選択肢が増えるので、1、2枚しかもらえないよっていうとこよりは、データ全渡しとかしてるところの方がいいと思います。で、スタジオ選びのポイント2つ目、プロのヘアメイクさんがついているところを選ぶべし。ヘアメイクって自分でもちろんやってもいいし、女性やったら結構自分でできる人が多いと思うんですけど、で、実際ヘアメイクはセルフでやって、その分安いプランとかを設けてるスタジオさんもいっぱいあるんですけど、ぶっちゃけ本当に撮影の時のメイクと自分の普段の出かける時のメイクは全然違います。光で飛んでしまうところもあれば、濃くしすぎると変なところもあったりとか、そこはね、もうプロにお任せしちゃった方が私はいいと思います。自分やとなんか変に慣れてたとか、いつもの癖とか思い込みでメイクしちゃうので、あんまり良くないと思いますね。で、相当も自分はちょっと慣れててヘアメイクスキルに自信があるっていう人は、もちろん人にやってもらうよりもセルフでやった方が安くなるからいいと思うんですけど、とはいえなんか撮ってる間にこのね、前髪がかかってんのをメイクさんが直してくれたりとか、リップちょっと薄くなってきたのを直してくれたりとか、確認してお直ししてくれる人がやっぱりいた方がいいと思うので、私はヘアメイクさんがついているところをおすすめします。そしてスタジオ選びのポイント3つ目、不安なら口コミに頼るべし。
私は本当に同じ芸能活動してたりとか宣材写真撮ってる友達ので、これめっちゃいいなって思うのがあったら、もしよければ教えてくれへん、どこで撮ったんとかって聞いたりとか、本当友達の紹介を受けるとかですね。一番それが信頼あるなと思うし、あとは今もスタジオのインスタグラムとか、そのカメラマンさんのインスタグラム、あとホームページとかがあるので、それも絶対見といた方がいいです。なんか自分の好きなタイプの写真かそうじゃないかっていうのはわかると思うので、で宣材を撮っていらっしゃるかどうかは置いておいて、その有名人のかっこいい写真みたいな、俳優さん、女優さん、モデルさんのかっこいい写真みたいなインスタにフォトグラファー誰々とかって書いてるのとかもいっぱいあるので、そういうこの人の写真素敵とか、この人に撮ってもらいたいっていうのを探すのは今 SNS 使えばすごく簡単やと思うし、そういうので情報収集はするべきやと思います。で、まあ、私が先日お世話になったアールシアフォトスタジオもそうやったんですけど、まあ、カメラマンさんがもう結構数をこなしてて、宣材写真とかオーディション写真について熟知している場合は、撮影中に声かけてくれたりとか、なんか気分乗るようにね声かけしてくれたりとか、あとポーズについてのアドバイスとか指定もしてくれたりするので、どうしようどうしよう、次どうしたらいいの、みたいな、なんか変な顔になることがあんまないし、すごく動きやすいしやりやすいなと感じました。あとそこのスタジオでは、ちょっとね風をメイクさんがバーって吹かしてくれて、動きのある写真が撮れたりとか、背景の色をちょっと変えてくれたりとか、変化をつけてくださったので、まあそれはスタジオによってできるとこできないとこあると思うんですけど、やっぱりしっかり調べて洗剤についての知識があるところとかにお願いするのはすごく頼りになるなと思いましたし、撮られる側もすごくやりやすかったです。ではちょっと私の過去の宣材写真からスタジオ失敗例をちょっとお見せします。まずは先ほど出したこちらの写真。おそらくこれは2014年とか15年ぐらいの写真なんですけど、ほんまになんか宣材写真安いでそれこそ検索して駆け込んだスタジオやったと思います。で、ヘアメイクも全部セルフでやったので、まあメイクもなんか変やし、普通になんか悪いし、あとなんか目が埋まってるんですよね。そんな、今よりも体重軽いはずなんですけど、なんか目も埋まってるし、なんかあれ整形したっていうぐらい、なんか素敵な写真とは言えないなと自分でも思います。で、あと正直ライティングとかも悪いのかなと思って、いろんな要素がちょっと悪い風に作用している写真やなと感じました。で、次これなんですけど、時期は本当に同じぐらいに撮ったんですけど、これもやばいですよね。なんか目終わってるし、なんか笑い方、なんか眉毛とかも変やし、もうなんかマジで私整形したんかなっていうぐらい、してないですよ、してないけど、なんかそう思うぐらい変ですね。自分で言うのも変な感じしますけど、私の良さがあるとすればそれは全然出てないなと思います。で、お次こちら、これも2015年6年ぐらいの写真なんですけど、で、これは結構ちょっと反省を踏まえていいスタジオでね撮ってもらったんですよ。なのでライティングとか綺麗なの、ちょっとわかりますか、なんですけど、で、メイクさんもプロの方がついていたんですけどね、これもちょっとなんか目元が埋もれて見えるっていうか、あんまりパッチリした感じに見えないですよね。で、まあおそらくちょっとメイクさんはいたけど、あんまり合わなかったなっていうのが出来栄えを見た正直な感想でして、まあそうなんですよね。難しいところなんですけど、プロの方でも、あれなんか合わないなっていう、まあその日初めてお会いするメイクさんとかやったら特に合わない方もいるかもしれないので、そういう時のためにやっぱ口コミとか事前調査とかは大事やなと思いましたね。で、あとここのスタジオは全身とバストアップ1枚ずつしかもらえなかったので、それもスタジオ選びとしてはちょっとなと思ってしまいました。ではお次、衣装についてお話します。で、衣装については正直一概には言えず、ご自身の年齢とか活動ジャンルとかイメージによって変わってくるところもあります。まあ、例えば小学生の場合は、元気、活発っていう印象があったら、多少露出がね多くても、手足とかが多めに出てても別にいやらしく見えないと思うし、で、あとグラビアの方はあえて水着とかね、露出の多い服が好まれたり、アイドル志望の方とか現役学生の人は制服が良かったりとか、あと特定のね決まったイメージの役のオーディションとかに出す時は、そういうイメージにがっつり寄せて写真を撮るのが必要な時もあります。なので今回は一旦そういうキャラクターのはっきりした例外は置いておいて、一般的なベーシックな宣材写真の衣装についての私なりの見解を述べたいと思います。あとね、まあ私が女性なので、どうしても女性の衣装の選び方の解説になっちゃうと思うんですけど、そちらご了承ください。ではポイント1、体型がわかるものを選べ。まあこれはもう基本っちゃ基本で当たり前のことなんですけど、宣材写真ではその人の雰囲気やスタイルを見たいので、なんかもうめっちゃ大きな
ゆるふわセーターみたいなやつとか、ダボーっとしたスウェットとかは、まあ、NG です。まあ、スウェットとかは清潔感もあまりないですからね。で、まあ、とにかくもうサイズ感が一番大事だと思うので、ピチッともしすぎず大きすぎず体型がよく見えるジャストサイズのものを選びましょう。分かんなかったら親とか友達に聞いてください。で、季節感は基本的に春夏ものでいいと思います。秋冬やとね、ちょっとゴワゴワダボダボしちゃうと思うので、太って見えるからすっきり春夏ものでいきましょう。まあ、そのさっきも言ったんですけど、メインの写真があって、サブ写真でなんかポートレートみたいに可愛いセーター着て、なんかはぁみたいな、ちょっとその子の雰囲気が出てる可愛らしい写真とかを使うのは全然いいと思うんですけど、まあ、今あくまでメインに来る潜在写真の話をしてるので、一旦まあ NG にさせていただきます。で、具体的に女性におすすめなトップスとしては、デコルテのスッキリした服、あ、私がこの間こんなん着ました。あと、普通にシンプルなもうシャツなどの清潔感のある服は間違いないと思います。で、ボトムスは膝上丈ぐらいのスカートとか、もう体のラインが分かるスキニーデニムとかがいいと思います。あとはなんか A ラインとかね、ダボーっとしたワンピースとかを選んじゃう人もいると思うんですけど、それよりもウエストがねしっかりマークされてる方が女性らしいラインが出るので、そういうものを選ぶようにした方がいいと思います。だからワンピースやったらちょっとベルトをしてみてウエストマークするとか、ウエストに絞りがあるデザインのものを選ぶとか、トップスをボトムスにインするとか、あと当然ね、ウエストのマーク位置が高い方が足長く見えるんで、ハイウエストデニムを選ぶとかっていうのも一つの方法やと思います。で、私がまあ意外と微妙と思うトップスとしては、キャミソールだけみたいなやつで、それに組み合わせでボトムスがデニムショートパンツ、あとミニすぎるスカートとかキュロット、まあ言うたらこんな感じです。はい、過去の私です。まあ皆様がどう思われるかわかんないですし、これは個人的意見なんですけど、なんかこの組み合わせってすごい小学生みたいじゃないですか。なんかもうその時はよくわかってなかったんで、潜在写真はもう体のラインが見えた方がいい、とにかく手足出しといた方がいいって思ってたから、すごいもうキャミソール一丁にデニムショーパンっていうのがなんか自分の中でこうじゃないとあかんってすごい思ってたんですけど、別に悪いわけじゃないんですけど、なんか若くてフレッシュな印象が強すぎて、まあ、なんか高校生ぐらいまでがいいのかなって思ったりしますね。私大学生でも全然この格好で写真撮ってたので、もちろんねダメとは言ってないんですけど、デニムショーパン超ミニみたいなで、なおかつ上もキャミソールみたいなのはなんかちょっと若さ爆発するんで、小学生とか中学生高校生とかがいいかなって個人的には思います。あと、ちなみにこの写真に至っては、私全然何も頼んでないのに、向こうのスタジオがレタッチしてくれる時に、よかれと思ってか知らんけど、めっちゃ足伸ばされて伸ばしてくださって、まあ伸ばされて、なんかちょっと不自然な感じになったりもしました。とはいえ基本的に体は隠しすぎない方がいいと思うんですけど、出しすぎもまあちょっと若すぎるなっていうところで、程よい肌見せと、あと女性らしいラインがねしっかり見えるように工夫を凝らすっていうのも大事やなと思ってて、あとまあ人によってはね、ちょっと私ここ気になるっていうコンプレックスとかもあると思うので、自分の綺麗に見える服装っていうのはまあ日頃研究しましょう。まあ例えばどうしても二の腕が気になるって人はノースリーブは避けた方が良かったりとか、足を細く見せたいっていう人はもうあえて足首とか膝とか、もう細く見えるとこをしっかり出してスッキリと見せるっていう方法もあります。で、あと靴ですね。靴はそんなに難しく考える必要はないと思うんですけど、まあ基本はもう女性はヒールです。そしてヒールは高ければ高いほど足は長く見えて、頭身もよく見えるからおすすめなんですけど、バランス取れなかったりとかしてもあれなので、まあ7センチから10センチぐらいが理想的かなと思います。で、ウェッジソールとか太めのヒールとかよりも細いピンヒールの方がより美脚に見えると思います。で、なんか前にねストラップのあるタイプの靴もあるんですけど、全然いいと思うんですけど、足のね途中に区切りができちゃうので、なんか私はストラップとかがなくてスッキリしてる方が足が長く見えて好きやなと思います。もう色に悩んでる人はベージュやと足と似た色なんで、足がねより長く、つま先まで長く見えるし、もしくは黒はどんな服装にも合うし、引き締まってかっこいい印象があるかなと思います。選ぶ人あんまりいないと思うんですけど、ハイカットスニーカーとかはちょっとさすがに避けた方がいいかなと思いますね。足首とかの細い部分を隠してしまってヒールもなかったらすごい足短く見えちゃうので、潜在写真には向いてないと思います。それでは衣装についてのポイント2つ目、生地は意外と大事。はい、服の生地感って意外と写真で伝わるんですよね。さっきも言った通り、ペラッペラのキャミソールやったりとか、あとなんか変に厚み光沢のあるベロアみたいな素材とか、あと今結構安価で手に入るリブニット系の素材ってあるじゃないですか。で、あの辺もちょっと場合によって
っては安っぽく見えるので、個人的にはあんまり好かないなと思います。もう生地が割と厚くてしっかりしてるプルオーバーとかワンピース系がおすすめです。あとはあえてその透け感のあるブラウスみたいなのもすごい着てる人多いし、いいなと思います。爽やかな感じがするしね。で、生地に関しては靴も同じく、光沢のないスエード生地とか、もしくはエナメルのつるっとしたやつとかがありますけど、個人的にはつるっとね、光沢のある素材の靴の方が引き締まってかっこよく見えるから好きですし、おすすめです。そして衣装についてのポイント3つ目、個性は二の次。まあお話ししてきた通り、基本はもう無地シンプルがいいと思います。あのめっちゃ英文の文字が書いてたりとか、ブランドロゴが入ってたりとか、ミッキードーン、キャラクタードーンってやつは、まあ、スポンサーの関係とかもあるしややこしいので、もう絶対避けた方がいいです。で、あの個性が二の次っていうのはどういうことかというと、もし3パターンね、衣装を着替えて写真が撮れるとしたら、私やったら最初の2パターンは白黒っぽい衣装で写真撮って、そして最後の一つに個性を出すために好きな色の衣装とかを調子するようにします。まあなぜそうするかというと、まあこれも活動内容とかキャラクターによるっちゃよるんですけど、やっぱりね、ガッチガチにイメージをボーンって強く決めすぎてしまうと、あくまでオーディションってその人の素の状態とかプレーな状態を知りたかったりするので、なんかあんまりイメージが強いとちょっと幅広い役柄には使いにくそうな印象を受けられると思うので、基本はもう白の清純派とか黒でちょっとスタイリッシュに見せて、で一個だけバリバリ個性を出してみるっていうのがいいと思います。だから自分の好きな色とか似合う色とか、どうしても着たい服とかはここで取り入れてみるのはどうでしょう。私も普段の私服とかめっちゃ柄もん好きで、あとシルエットもね、結構独特なやつばっかり持ってるんで、宣材写真の服が最初なすぎてめっちゃ困ったんですけど、まあ、徐々に学んできました。とりあえずシンプル無地系の服を探すんやったら、ユニクロ、GU、ザラあたりはすごい使いやすいです。で、あとは、あの、ZOZO タウンはもう色とかサイズとか、形とか袖の長さとかでめっちゃフィルターかけて検索できるし、すぐ届くんで、ZOZO タウンでフィルター検索しまくるのもおすすめです。まあ、結局、大手事務所のね、有名女優、俳優さん、モデルさんの宣材写真を見てもらったらわかると思うんですけど、あの、大体ね、白のブラウスかワンピースを着てるんですよ。これマジで。なので、そういうのをいっぱい調べて、情報収集、参考にするといいと思います。で、私の衣装失敗例、こちらなんですけど、これはま、3年ぐらい前かな、3、4年前やと思うんですけど、まあ、色味としてはね、爽やかで悪くないかもしれないんですけど、トップスがノースリーブな上に、スカートも超ミニスカートで、ちょっと露出しすぎですね。なんかコンパニオンとかレースクイーンとかそっち系のオーディションに出すんやったらすごいいいと思うんですけど、なんか私のやってることとかやりたいこととはちょっと違ったなと反省してます。あ、でも靴に関してはね、これベージュ、多少足長く見えると思うので、これはいい例やと思います。以上、まとめとしましては、スタジオ選びは値段で決めるな、プロのヘアメイクがついてるところにしろ、不安なら口コミに頼るべし、衣装については体型が分かるものを選べ、生地って意外と大事、個性は二の次、といった私なりのポイントのご紹介でした。ちなみに最初に出したやつと最近撮ったやつ見比べると全然違いますよね。マジで、あの、顔いじってないんですけど、本当に写真って撮る人とかメイクとか髪型とかで本当にめっちゃ変わるんで、せっかくやったらいい写真撮ってください。この動画が少しでも参考になってたら嬉しいです。このチャンネルでは引き続き、夢を持って美しく生きるための芸能やダイエットに関する情報を発信していきますので、チャンネル登録の方ポチッと、あとグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。